はい、皆さんこんにちは。本日はあれですね、ヤリマンハンターの福田監督と横須賀さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、チョッピレッジのピーターパン、略してチョピタンこと横須賀歌丸です。よろしくお願いします。あれなんか普通な感じで、はい、そういうパターンがあります。こういうパターンがあるんです。これ、はい、おお、ありがとうございます。芸人横須賀さんやられてるんですもんね。そうですね、私基本的にはお笑い芸人をさせていただいておりましてですね、芸人はやってるんですけれども、はい、下ネタ専門芸人なんですね。おお、下ネタ、下ネタ専門芸人なんです、ね、あ、だからやりまーハンター今回適してたっていうか。そうですね、子供の頃とかに、はい、なんかセックスって言えば面白いと思ってるやついるじゃないですか。います、いますね。いるじゃないですか、あの、うん、そういう子供だったんですけども、そのまま大人になっちゃって、はい、それが終わらないんですよ。終わってください。終わらないんです。それが普通の方、あれが50万円まで生きてる。そうなんです、はい、普通の方大体あの10代後半で亡くなるじゃないですか。そういうの、壁にセックスって書いたりとか、はい、そういうのがですね、大人になっても止まらなくて下ネタばっかりやってるんですけども、はい、そうしますとやっぱ今、はい、テレビなんかは厳しいじゃないですか。厳しいです、厳しいです、うん、下ネタはですね、まあちょっとまだ始めた頃はそこまでじゃなかったんですけど、はい、だんだんあのコンプライアンスみたいなもので、どんどん厳しくなってって、うん、でも YouTube だって無理ですよ。そうなん、セックス自体も言えないと思う。あ、これじゃあ今回もピーに入りました。ピーか、まあ不正字みたいなね、はい、テロップにしたら不正字じゃないと。セックスダメなんですか。多分ダメだと思う。あ、もうダメですか。そんな、いや多分ね、はい、言ってる分には大丈夫だと思うけど、はい、あの書いたらダメだと思いますよ。厳しい時代になりましたね。大体の大物地下芸人は、はい、事務所に所属できないです、はい、こんなことやってるやつはダメだっていうのが、はい、地下芸人界の大物たちなんですか。テレビとかでよく言ってる地下芸人っていうのは、はい、割とプロダクションに所属してるけど、はい、ちょっと風変わりな芸風で売れてないっていうのが一般的な認識の地下芸人だと思うけど、本当の地下芸人はもう危なっかしくて、はい、事務所なんかに所属させられないっていうのが我々の。横須賀さんもまさにそれですね。まさにそういうことですね。そうなん、ただ鳥居みゆきさん、ここに皆さん、はいはい、鳥居みゆきさんいらっしゃるんですけど、うん、鳥居みゆきさんも地下芸人なんですか。テレビにやれないことをやってるわけじゃないから、うん、ですよね。彼女はそうそう、 R1 グランプリのファイナリストとかにもなってますし、メジャー芸人ですよ。まあ、だから地下芸人の出るライブに出てたってことですよね。そうですね、うん、あ、そういうことなんですか、うん、そうだから猫ひろしさんとかもそうです。あ、地下芸人たちが出てるライブに喜んで出演してた変わった人たちっていうか、うん、あんまり商業商業してなかったってことでしょうね、うんうん、だから地上波で見るとちょっと変わってるなと思いますもんね。思ってるけど、うん、折り合いつけて出れるぐらいの人たちなんですよね。だから折り合いつけても出れないぐらいの人たちっていうのがね、世の中には多分10人20人ぐらいはいるんですよね。そう、うん、だから地下芸人チェックですよ、うん、地方の方はやっぱ知らないと思うんですよ。地下芸人の存在っていうのがライブ自体多分ないじゃないですか。ないです、ないです。ある一定の好きな人絶対いるんですよ。その下ネタやっぱ好きな人とか、はい、初めて友達かなんかに連れてこられて、はい、もう衝撃を受けてそっからなんか、はい、コアファンになってる人とかいるんですよ、やっぱり。だからなんとなくだけど、地下芸人って売れてないから、はい、これから売れようとしてる人たちだと思うじゃないですか、うん、はい、違うんですよ。もう売れることすら放棄してる人たちっていうのは結構いて、自分の納得いく作品だけをやりたいっていう人たちが結構いて、はい、大物の中にはですよ、うん、だ我々が敬愛する郷ひろみ44さんなんて、っていう、あの、いるんです、大物地下芸人。大物地下、もうかなり第一世代の超大物地下芸人の郷ひろみ44さんは、はい、ご結婚して働かなく良くなったって言って、勝ったって言ってた人なんですよ、はい、先輩からさせてもらうと、はい、やっぱそんなところに出れるぐらいじゃまだまだなんですよ、はい、もっと過激な方々が、だから横須賀さんもそこにいらっしゃる。そうですよね、バーリトゥードなんです、そこは。バーリトゥード、おー、何でもありってことですね。何でもあり、こんなに二十何年下ネタだけやってる人でも、はい、そんな勝てない大会があるんですよ。全12回ぐらいやって1回勝ったぐらいですよね。そう、あ、そんなにすごい方々いるんですか。すごい人いるんですよ。でも郷さんとかね、小野方さんとかね、はい、めちゃめちゃな人がいるんですよ、うん、レジェンドが。であと芸人だけじゃなくて、はい、AV 女優とか、はい、あとそういう芸人以外の人も出てきてやるんですけど、はい、そういうでも歌手とかね、うん、え、歌手もね。だけど芸人以外でそんなところに出てくるやつって強いんですよ、みんな。だからあのちょっとだからやばい人たちなんですよ。だからそこら辺の芸人よりも、はい、なんつうのかな、あの爆発力があるっていうか、むちゃくちゃ。だからあの AV 女優さん出てもらった時にだから、はい、大爆笑なんですよ。そういうの見たかった
んですけど、あのなんかあの悲鳴なり、はい、笑いなりのブワーっていう歓声が沸き起こって、はい、いやそんなことやられたらお笑い芸人勝てないじゃないですか。勝てないです、勝てないです。もうそういうちょっとだから、はい、あの普通では見れないようなあれですね。いや逆にでもそれあれじゃないですか、今のリスナーの方々って見たい方とかもいそうですよね、そういうの逆に、うん、そういう過激な、そうだから YouTube とかにもまあまず上げれないし、上げれないし、最近は、まあ、そうですよね、上げれない、ね、だからまあね、ちょっと現場でやるしかないんですけど、まあだからコロナがあってちょっとねしばらく中止してたんですけど、去年ぐらいからまた再開したんでね、今年も7月21日のオナニーの日を記念してやってるんですけれど、あ、そういうのあるんですか、オナニーの日っていう、まあ、勝手にそういう言ってるんですけど、0 7 2 0 7 2、はい、そこに今毎年10年近くやってたんですよね。あ、じゃあお二人のあのあれは長いんですね、その進行は。あ、まあ付き合い次第よ、長いです、ね、だからもう長いですよ、映画とかそんなに別に、このでも映画も長くかかりましたけど、はい、5年間かかって、5年ですか、5年かかりました、うん、はい、ヤリマンハンターです、はい、びっくりしたのはその主演の半田ササちゃんっていう元有名 AV 女優の、この方ですね、はい、まあ、AV 女優も本当はいけないんだけど、はい、セクシー女優の半田ササちゃんが、はい、セクシー女優としてのキャリアが4年だったっていうのにびっくりしたんですよ。そんなに短いですか。そうなんですよ、だから爆発的に売れてたから、はい、あれだったのに、まだ4年ぐらいしかやっぱやってなくて、ヤリマンハンターの撮影期間の方が長かった、長かった、制作期間の方が長かったっていう、5年ということは衝撃を受けましたけど、まあ、彼女の20周年記念作品でもあるんですけど、芸能生活20周年作品、濡れ場が結構多いんですよね、ハンダソースさん、濡れ場を、16人かな、16人と濡れ場を変えるっていう、はい、そこに挑戦したところもあるんですよ。だからもう、そうなのかな、最初言ってじゃん、もう5分に1回濡れ場料理しようぜって監督忘れました、もう記載来るんだったら、はい、その中途半端なもんじゃなくて、もう見たこともないような、はい、もうエロいコメディにしようぜって、もう5分に1回なんかセックスしてるみたいな、はい、いやでもいいですよね、それ飽きないですもんね、みんな、え、これいいんじゃないって、うん、飽きますよ、5分に1回の逆にまたかよって言われますよ、なんだこれっていう、うん、でもだから最後撮る体位なくなりましたね。そうなんですよ、うん、あ、そんなですか、うん、北野武さんのアウトレイジって映画あるじゃないですか、はい、あれはなんかあれもバンバン人を殺されてくるじゃないですか、はい、だけどやっぱり普通の殺し方じゃ面白くないから、うん、なんかちょっと変わった殺し方をどんどん残酷な殺され方されてくるじゃないですか、うん、もうそういう感じになってくるんですよ、じゃあいろんな体位もなんかもう変わった体位をねとか、アウトレイジは殺し方大喜利じゃないけど、うん、みたいになってきてる、はい、こっちのヤリマハンターの場合もう16人と絡み合ってるから、だんだんもうおかしなセックスですよね。いやでもそれがいいじゃないですか、だからそれがいいじゃないですか、それを見ていただきたいですよ、それを見ていただきたいですよね、うん、うん、そこが芸術と呼べるべきところなのかもしれない有名な方がこれはアートだとか言ってくれれば、でもこれアートじゃないですか、皆さんもうアートに、ね、昇華されてると思うんですよ、もう、あ、でもこの絵描いていただいた方は初心者のアーティストの方に描いていただいて、あ、そうなんですよ、このロゴだ、ロゴ描いてくれた人が平田博士さんっていう、はい、この映画に携わった中での一番の大物なんですけれど、有名な劇画作家なんですよ、ご高齢だって、もうこの書いていただいた時は81歳と決まってた、はい、九州の小倉でもやることが決まってるのと、はい、九州の小倉だそうですね、あと横浜、はい、横浜大きくやってますよね、一応2月に横浜で、うん、2月、あ、2月に2月横浜、仙台の、そうですね、皆さん仙台の方も多いと思うので、ね、見てる方で、うん、仙台の方でも開きますので、その時は福田さんもあれですよね、あ、もしあの公開していただけるんでしたら、そうお邪魔してあの、はい、あの舞台挨拶的なですよね、舞台挨拶、はい、監督もぜひ、はい、本物の絨毯っていうのをどんな実力なのか、一級いや、確かに、我々は、はい、我々は、あの、多分半分、あの、旅行気分でいいと思いますけども。ああ、それでいいんです。そういうのがいいですよね。うん、ぜひ本当に開きたいので、あとそんなに努力していただいて申し訳ないんだけど、見たら、はい、見たら予想の多分20倍ぐらいくだらない映画ですから、そうです、はい、めちゃめちゃくだらない、そこを、いや、めちゃめちゃくだらないです、本当に、うん、なんかこう、はい、連絡先をここに明記しておきますので、はい、あと概要欄ですね、はい、チェックいただければ、あ、概要欄にチェック、はい、いただければと思いますので、はいはい、ぜひ、まあね、だから、はい、映画館でまともにかけてくれたところは今のところないですから、ないね、そうなんですね、まあちょっとだからあの2月とかに横浜の映画館でかけていただけるんじゃないかって話は決まってるんですけれど、はい、まあでもね、本当に そのぐらいですから、うん、ぜひ、はい、
我らこそはね、今結構映画館でそのお客入ってないって話聞くじゃないですか。いやもうそれは、うん、そういう状態だと思います、うん、まあしょうがないですけど。いやでもやりまくってやれば少なくともゼロってことはないですから、はい、こんなひどいことやればいい男とかラブストーリーとか、うん、まあ、そういうのがいっぱい生産されてるわけじゃないですか、はい、でもそれって別にどっかで見れるじゃんっていう、そのね、替えが効く、替えが効く、替えが効きますよね。やりまくったら、はい、まあ、こんなひどい映画は、うん、多分今年来年再来年と見てもそうないですから、はい、あそこ行っとかないとっていうね、潰れちゃいそうだから行かないとっていう、あの汚い店みたいな良さがありますから。汚なトラウマ、それそう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 、それわかりますよ。そう、汚いほど行きたくなってくるっていうか、行っとかないと潰れちゃうんじゃないっていう、ね、うん、その心理わかりますね。そういうね、明細ラーメン屋みたいな良さがありますから、はい、そういったところで、そうですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね、はい、我々に、はい、本場の牛タンを味わわせてもらいたいですね。ぜひ皆さんの力で、そうですね、宮城の方で皆さんこう集まっていただいて、福田監督と横須賀さんとこうお会いしていただいて、舞台挨拶とか見ていただいてですね。そうですね。最後、横須賀さん何かこうギャグじゃないんですけど、何かやっていただいても。ギャグじゃないですけど、はい、どうですか。じゃあちょっと見せていただきました。お兄さん、お兄さん、お兄さんちょっと遊んでかない？お兄さんちょっと遊んでかない？カニ風味売春婦。え、あ、こういうのやられてるんですね。そうなんです。おお、ありがとうございます。いやいや、とんでもないですよ。あの、40点ぐらいのリアクションありがとうございます。それで、それでいいです。そういうものなんですよ。40なかったし。40、40あっただろ。あった、あった。40あった。ありがとうございます、40。皆さん、ぜひ、映画の方、よろしくお願いいたします。やりまんハンターの、今日は、福田監督と横須賀さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。